レッド。反社会勢力との関係などで揺れる吉本興業は今日社内体制の改善などを話し合う第三者委員会の会合を初めて開きました。所属タレントとの関係や会社の経営について意見が交わされました。あの本日のですね。 あの K アドバイザリー委員会どのような形で進行していったかということについてご説明させていただきます。あの第一回アドバイザリー委員会ですけれども、お手元にあのメンバー表、あの委員会のメンバーのあの表、えー、があると思いますけれども、第一回につきましてはあの七名の委員のうちのあの五名の方々のご出席をいただいております。であの残るあの二名の、えー、委員の方々ですね、三浦委員 それから久保委員に関しましてはあの所要でご欠席でいらっしゃいましたけれどもあのその方々から後で申し上げますけれどもあのご意見をいただいておりますのでそれにつきましてはあの委員会の中でもご紹介をしたところでございますほかにあの、えー、ご出席されたのはあの岡本社長それからあの事務局長としてきび原さんが事務局長としてご出席をされておりますあの、えー、進行につい ててご説明させていただきますあのだまず第一に、これ、お配りしましたけれどもあの、なぜこういう経営アドバイザリー委員会をあの,の立ち上げを依頼し、あの経営アドバイザリー委員会があるのかということについて、あのまあ、私のステートメント、お配りしてござあ,のあると思いますけれども、あの冒頭、ごのご挨拶としてあの、この内容について読み上げをさせていただきました。でその後で あの委員の,あの、まあ、ご紹介 どういう思いで引用されていたのかということについての,あの,あの引き受けていただいたかということについてのご紹介をいただきそしてあの岡本社長から冒頭のご挨拶をいただきました岡本社長からはこのアドバイザリー委員会あの今回のことを受けましてですねあの吉本が改革を成し遂げてまたさらに飛躍していくために経営アドバイザリー委員会のアドバイザーをいただきながら飛躍を 遂げていいいきたいとということでそのためにあの当初ですね4つのことについて、えー、これもお配りしてございますけれどもあの諮問して、忌のないあの意見をいただきたいそれをあの吉本の改革に生かしていきたいというようなごのご挨拶をいただきましたであの、えー、いろいろなですねあの懸案がございます吉本があの改革していくためにです、ね、その中で実はあの経営アドバイザリー委員会では 優先順位の高いものについてまず第1回です、ねえー、議論をあのしていきましょうということであのおも主に2、ね、つの,あのことについて議論をいたしましたで第1番目はやはり反社会的勢力 反射勢力との決別、まあ、今回の、もうそういったことについて問題になったわけですけれども、押していかなければいけない、まず現状として、まああのえー、事務局長からですね、き原事務局長から、どのような取り組みをあの吉本としてしているのかということについてのご説明をいただきました、であの吉本の取り組みについては、ですね実はあの、えー、属性調査というのをあのやっているんだと。 まあどこの企業でもそうだと思いますけれども、契約をするにあたっては、あのえー、取引を進める場合、いつもそうなんですけども、じゃあ取引の相手があの反射勢力と関わりがないのかということについての,あの調査を行います。 でその調査について、えー、属性調査で,です、ね、例えばあの会社の登記簿からあの代表取締役、あるいはそこの役員としてメンバーで並んでいる人たちですね、について、あの反社勢力と関わりがないのかどうかということについての調査を行う。 何かこれは問題かなということがありましたら例えば警察との協力を得たりとか警察に紹介をするだとかですねそういう形をして反社勢力に関わりがないかということの調査を行っているという説明をいただきました第2番目ですけれどもこれは委員の方が非常に印象的なことをおっしゃっていたんですけれども知識と意識 この改良を埋めていくことが大事なんだというお話をいただきましたあのこれはあらゆる組織でそうですけれども知識として自分たちが反射勢力と関わっていけないということは知識として持っていると思うんですねただそれを意識としてそれぞれの,あの吉本の,あのタレントの方含めてですね意識として反射勢力と関わってあのいけないんだという意識をきちんと持ってやっていくためにはどうすればいいか。 これはあの皆様方はご所属のところでもそうだと思うんですけれども、やはり、の普段の研修があの非常に大事になります、であの実はあの吉本にえあのおいても、そういうあの研修をやっているというような説明をいただきました、あの年間、大体東京と大阪で10回です、少なくとも20回。 ほとんどの吉本の方々、芸人さんとか、そういった方々を対象とした研修を行って、その中で当然のことなんですけれども、小冊子を配布して、コンプライアンスに関するお願いということで、例えば反社会的勢力に普通にやっているように、気をつけてくださいというようなことで、研修をしている。 いいうご説明をたただきましたであの3番目が、ですねじゃあ,あの、そういったあの吉本のタレントとしてそういうあの、えー、反射勢力とは関わらないというような研修に関わるあの参加するということだけではなくて吉本自身が取引をした会社以外の場合はどうなるかということですね、まあ、もう少し申し上げれば、吉本のタレントさんが、まあ、直営業ですね。 直にあの、えー、吉本興業を通知でなく,なくあの仕事を請け負った場合に、そこがじゃあ、あのその相手があの反社と関わっていないということをどのような形であの担保していくのか、でこれはあの、えー、弁護士の先生方も当然のことながらおられるわけですけれども、まあ、大変難しい問題ですねと。 いうことですあの、えー、例えばあの話ですけれども、えー、どこかのですねテレビ局の、えー、アナウンサーの方がですねあの司会を頼まれる、外で司会を頼む、その時に司会に行く、その司会に行ったら、そこにですねあの、えー、反社、あるいはそこの関わりの人たちがあのいるっていう場合に、じゃあどうなるかっていう問題と同じですね。 あのでそういう場合にはですねあの実はあ普通、会社に送付している場合にはあの、えー、届け出を出すんです届出、こういうところであのこういうあの結婚式の式があります、普通はあ届け出を出すで、まあ、許可をもらうということですよね、そういったことが吉本においてこれまで、まあ、徹底していたのかどうかということについてあの弁護士の先生からもご質問がありました。で こういったことについてあの反射的なあの反射勢力との,あの関わりを根絶していくためにこれ難しい問題なんですね難しい問題なんですけれども不断の努力をしていくことが重要だと吉本があの、えー、普通企業と取り引しているする場合には当然のことですけれども反射チェックをやっていますそれからあの、えー、年間20回ぐらいの研修においてあの反射勢力との関わりは持たない。 持っってててはいいいいけないということについての研修をやってますであの議論になったのはやはりあの直営業とかした場合にですねあのそれがまあ,あのその相手が反射であるかそうでないかっていうことについてじゃあどうやってチェックをしていくのか難しい課題なんですけれどもアドバイザリー委員会ではその点についてもですね あのやはりきちんとした形であのチェックができるような情報共有ができるような体制というのをきちんと取っていくことが必要なんではないかという,こう意見が出たんですねでその具体的な方法については第二回以降でももちろん議論をいたしますしいろいろなあの、えー、普通の団体でいろいろなあのところと協力横の連携ですね横の連携も取りながら反社会的勢力 あるいは反社会的勢力だけではないわけです、今あの詐欺集団とかハングレとかいろいろあります、そういったところのとの関わりを立っていったらいいのかということについてあの活発な議論がなされましたであの結論が出ているわけではないんです、これはあの100点満点の回答というのはございませんけれども、ただ、そういうチェックを続けていきながら、あの吉本がそういう反社勢力とはあの関わりがないということをです、ね、きちんとあの担保していこう。 そういうよういよなそのための努力を続けてくださいというあのご意見が出ましたただあの、これはあの委員の方々からの結論もそうですけれどもじゃあ、吉本があの、えー、反射との関わりで怠っていたということではないと思います、これはあの、えー、反射チェックというものを一般企業がやっている水準より、まあ、少し上回る程度というか。 そういったことをあのきちんとやってきたということは事実でありますしかし、まあ、そういった難しいあの問題についてどのように解決をしていったらいいかということについてまたあの次回以降もあの検討しようということになりましたこれが第一の,あの反射勢力との決別についてどのようにしていったらいいかということであります第二の,あの、えー、大きく議論された課題について申し上げたいと思います第二は あのえー、タレントさんとの契約の問題でありますであの契約書がないということについてあの問題になったあの、えー、いろんな形での,あの報道でもちろんあの委員の方々も私も承知しておりますでこの契約についてですけれどもこの反社との決別ということも含めてなんですけれども全員の,です、ね、あのタレントさん全員についてこれはまずは 共同確認書文書です文書ですから、まあ、いわば契約のようなものですで共同確認書という形であのお互いにあの吉本と所属するタレントさんでお互いに確認書を交わしましょうとあの皆さんもご承知のとおりですね吉本は6 0人約6000人のタレントさんがおられますでその中でも 例えばの話ですけれども、吉本という看板は持っている、吉本であるというふうに、まあ、あのおっしゃっているんだけれども、実態はほとんど舞台にも上がらないとか、あるいはあのそういったあの、えー、年にあの1回行われているような、そういう研修においでになっていない方もおられるんですねで、実はそういう委員会の中では、じゃあそういう方っていうのは、本当の吉本の方なんですかっていうようなご意見も出ました。 ただあの、そうやって、まあ、NSC の卒業生含めてです、ね、あの自分は吉本であるというふうにあの意識しておられる方全員です、ねあの、そういう方々とやはり共同確認書という形であの、えー、契約といったら契約なんですけども、そういったものを交わすということにいたしましょう。 ですから6000人の方々全員と共同確認という形で一つの契約用の形を交わしますというご説明をいただきましたであの共同確認書についてですけれどもあのこれは皆様方のお手元にはございませんですよね共同確認書の,あの、えー、原案というかいかがでしょう、はい。これについてはちょっとお配りしていないんですけれどもあのこれあの共同確認書という形で あの実はあの、えー、これはです、ね、あの吉本の大崎会長、岡本社長の署名とご本人の署名という形であの実は吉本に関わるすべての人間が1番目として反社,反,社勢力です、ね、反社会的勢力との関係を断絶する2番目にあの教育を徹底するそれから営業先を適切に決定する、まあ、4番目として守秘義務を守る。 5番目として差別中傷を排除するで6番目にあ,のあらゆる権利を尊重してマネジメントを行うで7番目にこの宣言を周知徹底するという形で6000人の,あの方々全員と共同確認という形で共同確認書という形でこれをあのこういうあのことに承知をしますと共同確認書に署名をするということであなたは吉本の,あのタレントさんですと。 いうようよな形にする所得をあの明らかにするということをいたしますでその上であの今まで通りの,あの、えー、マネジメント契約をあの契約書という形で交わしていきましょうと。 このその中からあのマネジメント契約という形であの例えばあのマネージャーがつきそしてあの両立とかもあの決めてあのそのマネジメントの下でタレント活動を行っていくこれに関してはあの契約書をあの順次あの、えー、交わしていきましょうというような形でございますでこの,あの、えー、形についてですね、えー 少ししご説明いたしますとあの、えー、普通はですねあの、えー、スポーツ選手だとかあるいは吉本にもおられますけども、スポーツ選手だとかあるいはあのアーティストとかですね、そういう方々は従来もあの契約書を交わしているんですね、まあ、それはあのプロ野球選手もそうですけども、契約書を交わすことが当たり前。 という風に思っている方々がおられて、そういう方々とは従来も契約書を交わしているというご説明をいただきました。で、その方々が実はあのそういうこう専属マネジメント契約というわけですけれども。じゃあ専属マネジメント契約というものがどういうものかというと、あの、えー、吉本の方で芸能活動の仕事の獲得だとか。 契約交渉の締結ですね、あの報酬の分担を含めて、それからあの第三者ですね、契約者第三者に対するあの、えー、芸能活動の報酬の請求受領、芸能活動のスケジュール調整管理、タレント活動の方針方向性のプロドース立案、あるいはタレントの広報ですね、プロモーション、あるいは芸能活動の現場への動向、現場対応、可能な限りですけども、あるいはパブリシティ権著作権の管理、その他、まあ、あの芸能界で慣行となっているマネルメントに関する業務。 これがあの専属マネジメント契約の個障となりますこれについても従来契約書がなかったことについても契約書を作ってでそれであのきちんと明らかにしていきましょうというような方針のご説明がありましたそしてあの、まあ、第三のカテゴリーというかこの共同確認書をベースとしながらあの今までになかったあの形の,あの、えー、契約をあの考えたいというような あのえー、ご説明がありましたじゃあそれが何かというと実はこれが新しい形ですけどもあの、えー、マネージメント契約書専属あのあごめんなさい専属エージェント契約書と言われているものでありますこの専属エージェント契約というのは あのマ,ジマネージメント業務のうちの,です、ねあのえー、芸能活動のスケジュール調整からマネージメント関る業務を除いてです、ねあのえー、芸能活動の仕事の獲得契約交渉締結、まあ、これは費用の分担報酬の分担を含めてですけどで第三者に対する芸能活動の報酬の請求、受領その他、上記に付随するあの業務。 これをあの行うですからあのタレントさん個人がいわばマネジメントを行っていくというような形の、まあ、契約というものも第三の形として考えたいというご説明を受けましたであの、えー、今までの口頭、まあ、によるものではなくて共同確認書を作ります反射等の決別等々を含めてですねこれをさあの、えー、最低限のベースにおいて であの専属マネジメント契約がありますそして新しい形の,あの専属エージェント契約というのがあります、まあ、こういう形にしていくであの、えー、じゃあ6000人のタレントさん全員があの専属であの契約書を交わすかというこれはあの、えー、大変な作業になると思いますけれどもあの個々のタレントさんのですねあの、えー 思いとかニーズというものをきちんと汲み取ってであの第2回以降もそういう,こう契約がですねあの個々のタレントさんと話し合ってどうなっていったかということに関して順次まああの報告をしていただきたいということでご意見が出ましたというのはあの契約というのはあの先ほどの反社のこともそうですけれどもあのもちろんタレントさんもそういう契約を見せずそれを守る義務を負いますけれども いざというとき、何かあったときに、やはりタレントさんを守るためのものでもあるわけですね。で、あのえー、委員の方々からも、それは、優越、えー、的地位を使ってということではなくて、タレントさんを守るという形での契約であってほしいというようなご意見が出ましたでこういった。 あのえー、専属エージェント契約というのはこれまでほとんど日本のですねあの芸能界では慣行としてなかったことでありますけれどもこういった形を進めていきたいであの、えー、経営アドバイザリー委員会としても、まあ、吉本が私のステートメントにも書いてあるので後ほどあの参照していただきたいと思いますけれどもやはりあの、えー、コンテンテツ産業日本有数のです、ね、コンテンツ産業としてこれから飛躍を遂げていくために これからはやっぱりきちんとした契約というものが必要だろうと。でそういったものに基づいてタレントさんが安心して活動していけるような基盤を提供するでただ、一方で皆様方もご承知のようにプロ野球で言えば1軍選手もいて2軍選手もいて、まあ、育成契約の選手もいるわけですけれどもあの、えー、吉本ももちろんタレントさんがおられるのでそれに似たようなものを持っています。ただ、 あのえー、吉本の場合にはある程度、まあ、先ほど申し上げたようにあの社員とは違うんですね、あの給料をもらっている社員とは違います、ですからその6000人の中ではあのもう吉本の方で育成投資をして劇,劇場でじゃあ、あの芸を磨いてください、ね、その代わり、まあ、あのノーギャラもあるかもしれません。 最初のうちはいろんなアルバイトをしながら頑張って芸を磨いていただいてプロ野球選手と,って、えー、と同じようにあるときブレイクしたら、まあ、あのエージェント契約を結んでということもあるかもしれませんであのやはりそういった育成のあり方あの吉本のある意味での育成のあり方というのはあのいろいろなこうご意見があるかもしれませんけれどもいわば吉本スタイルだと思うんですね。で吉本スタイルが ちょっと古い部分があるというふうにお考えの方もいらっしゃるかもしれません。劇場を作って、そこで芸を磨きなさい。で、あの、売れてきたら、あの、えーあ、あなた方、あの、ドリームをつかめるっていうか、M1 グランプリとか出てですね、そういうあの、夢をつかめるよっていう、でも、それまでは、吉本の あのタレントさんとしては認めるけどそれはあの吉本のタレントさんだからって給料払うわけじゃない当たり前の話ですけどもあのそういうような形をあの必ずしもあの否定するものではなくてそういう形の中であのコンプライアンスをあの遵守してあのタレントの皆さんが安心してやっていけるような体制を作っていきましょうね、まあ、こういうことをあの委員会の中で議論をしそしてじゃあ,あの具体的に。 どのようなあの契約を結んであの、果たしてタレントさんを守るような契約になっているのかということについて、まあ、あの経営アドバイザリー委員会もあのしっかりとご報告いただくというような形をあの、えー、ご報告いただいて、委員会でもじゃあそういったことを進めていきましょうと、時代の変化に合わせてやっていきましょう。 いうことになりましたでこの,あの第1回におきましては主にそういう反射勢力との決別ですねのために吉本が今何をやっているのか難しいんだけれども将来に向けてどのような形でそれをこう発展させ,させていけばいいのかということ第2の契約の問題ですけれども今まで、えー、と違って、まあ、最低限の共同確認書というのを交わしてそして個々の,あのニーズにを聞きながら。 あの新しい形の契約ですね、エージェント契約というものも含めてあの、えー、やっていくとで、あくまでこれはあのタレントさんを守る,ある,ある、ある意味で守るためのものでもあるという意識を持ってやっていっていただくということです。であの、えー 最後にということになりますけれども、第2回以降、どういったことをまあ議論していくのかということで、ですね、これはあのどんな組織にもありますけれども、あのやらなければいけないもの、コンプライアンスの問題だとか、ですね、あるいはあのガバナンスの問題ですね、例えばあのセクハラ、パワハラの問題に、どのように 対処していったらいいのか、そういう場合にあの通報窓口をどうすればいいのかとか、これはあの他の企業でもあると思いますあの、皆様方ご所属しているところもそうですよね、そういうようなことについて、じゃあ今、吉本がどのような形でやっているのか、それをあのご報告していただいた上で、不十分な点があれば、まあ、もちろん弁護士とかたくさんの方、おられます。 あ,のあるいは次回はあの、えー、女性の立場からもミューラインにもご参加いただいて議論に参加してくれてくださいじゃあ、どういうふうにしていったらいいのかということについてさまざまなご意見をいただきながらあの、えー、吉本の改革に結びつけていこうとであの、えー、岡本社長もあの大崎会長もそうだと思います今回出席されたのは岡本社長ということですけれどもあのこの経営アドバイザリー委員会で意見をいただいてできることはもうすぐにでもやっていきたいと。 それからあの、自分たちが今日のあの第1回委員会でこういうふうにして,やっていたあの言ってくださいということをです、ね、踏まえながらあのどんどん,どん,どんこう先に進めて結論は3月に出してくださいということではなくてで,す、ね、できることはどんどんやってあのこういうことはここまでできましたということを次の委員会までに報告をして まあそういうダイナミズムでこの経営アドバイザリー委員会をうまく回していきたいというまあ強い意欲を感じましたので私もあのそういうことであればぜひあのご協力させていただくちょっとあの順番が前後しましたけれども私自身もですねあのお調べいただければ分かりますけれどもあの第一次安倍内閣のときにですねタウンミーティング調査委員会というのがございましてそのときの委員をしております。 あの林義正先生が座長であの世耕先生があの委員で、あと弁護士のお二人と私が委員やりました私はあの行政校長広報という、うんまあ、そういう専門の分野があって、そういったことであのあの委員として参加させていただきました。そういういい中でやはりあの忌憚のない意見を言って あのえー、もちろんあの国会議員の方もおられましたけれども、あの耳に痛いこともあの言って、ここはこう改善しなければいけないということを、あの第一次 <laughs> 安倍内閣の,あの、えー、タウンミーティング調査委員会では、まあ、すぐに実行するという形であの、その結果を示していきました。でですからあの普通のががあって答申があっってて月末までにっていう、まあ、あのお役所的な あの,ことをやるので、なくて民間企業ですからできることはすぐにやるとそしてあのすぐに改善していくであのえ所属の,あのタレントさんたちにも安心していただくという形で機動性を持ってえこの委員会をあの運,営し運営していきたいというふうな決意を新たにいたしました、まあ、あのこの委員会、今回はブリーフィングの場であってあのこういうあの議論がありましたということをご紹介する場ですので あの私の個人の意見というのは、本当に差し控えさせていただく場ではあるんですけれども、一、まあ、つだけ最後にあの、えー、言わせていただきたいなというふうに思っています、まあ、本来であれば、こういう委員会の議論というのは、まずは吉本の所属のタレントさん方に、こういう議論をして、こうですよということをです、ね、まずはお伝えするのが筋だとは思っております。 しかし、あの吉本がですねあの今回一連,一連のことがあってあの社会的責任を果たす企業として社会どうなんだということであの社会からの関心もあの集まっているということも承知しておりますしたがいましてあの吉本の芸人さんたちがあの自分たちが知らされる前にこういったことが報道されて知ったよということは順番が前後することがあると思うんですね。 そのことに関してはあの、私から重々、そういうあの順番が前後するということに関してお詫び申し上げたいと思います、あの社会的なあの要望の強い、あの社会的な責任について、あの開示しなければいけないという責任があるという意味で、順番が前後するこということをお詫び申し上げたいですし、まあ、その意味では、 もう一つ私のですね個人的な思いということで、あのえー、一個人の意見として、えー、お聞きいただきたいというふうに思うんですけれども、さまざ、あ、まなあのことを、えー、タレンさん、うん、お,っしゃおっしゃるようなこともありましただあの私はですねあのこの中で皆さんあのお読みになって、 たことをお読みになった方も多いと思いますし吉本の6000人の中でどの方がお読みになっているかも分かりませんけれどもあの私が小学校の時に読んであの深くあの感銘した小説でございますあの皆さんご上司かもしれません「温州の彼方に」という小説でありますであの申し上げたいのはやっぱりですね吉本に方の方々にとっての青の殿門というのは最高の笑いを届けることだと思うんですね ですから、いろんな思いをあの、あのタレントの皆さんお持ちだと思うんだけど、吉本の中であのやっていきたいというふうな思いをあのお持ちの方はぜひですね、あのある意味では中が実の助きになってあのやっていただきたいなというふうに思っています。私からは以上でございます。ありがとうございました。先生ありがとうございました。 えー、すみません、えー、と今、えー、ブリーフィングの方終了いたしました、えー、と予定されていた時間、えー、もうほぼほぼ時間ない状況では、えー、ありますけれども、えー、一つ、二つあの、えー、質問の方を受けられると思いますので、あの挙手をしていただいて、あの上下にです、ね、マイクを持ったスタッフがおります。あじゃあ一番奥のはい 日本経済新聞の鈴木と申します。あの確認も込めて、ちょっともう一度お伺いしたいんですけども、はい、これは。えっと、全芸人が吉本興業に所属するということを。共同確認書という紙の契約によって、まず。明確にするという、こういう理解でいいんですね。はい、はい、ご質問ありがとうございます。あの委員会としては、全員と、あの紙の契約を結ぶという提言を、いたしました。で、共同確認書っていうのは、あの紙で。 あのお互い署名するわけですからあの契約の一種になると考えております専属契約を紙でするという、はい、そういうことでいいですね,ですねこの共同確認署名することで、はい、あなたは吉本の所属ですね、はい、ということになりますでさらにその上で芸人さんがどういう活動をするかについて、はいえー、マネジメント契約とエンゲージ エージェント契約、これを用意するので、それは好きに選んでくださいと、個々の活動に即した形で、それをこれから個々の方々と詰めていってくださいと、それも紙でやりますと、それともう一つ、直営業のところで、情報を共有できる体制を作るとおっしゃったんですけど、要するに原則、どういう仕事を直で受けましたかというのを会社にすべて報告しなさいと、こういうルールを作るということなんですね。 なの芸人さんん守るることとにも通じると思うんで、すねあの、えー、何も報告しなければ例えば、あの後になってそういうことは分かったということになると、やはり芸人さんとしてもあの都合が悪いことになると思います、ですからあの直でやった場合でも、あのこれは委員会の,、ねあのえー、意見であったわけですけれども、何の報告もないと、後からやっぱり困るでしょうと。 で,ですから、の直の場合でもあのそういった報告についてはあのするとあのいう方向についてあと、具体的には詰めていきたいと思いますけれどもあのそれをやらないと。 まあ、ある意味でガバナンスの問題にも関わってくるわけですけどもあの、えー、コントロールという意味では制御不能になってしまって、うん、まさにあの、えー、直でやっててあの実は相手が反射だったということになってしまうので,でそれをどこまであの調べられるかということもあると思いますけども、うん、それは直でやった場合にあのそれもある意味では報告みたいなものはないとあのこれはやはりお互いにとって困るんじゃないですかということであります。うんうん あと一つだけ、はいあの、この委員会の位置づけというのは、はいえと、会社側にいろんなことを提言する、こういうふうに改善すべきだと提言するというふうに理解しておりますけれども、はい、岡本社長も出席されたということですけれども、はい、提言を会社としては例えば聞き置くだけとか無視するとかです、ね、そういうことはなくて、基本尊重するよと、そういうことを岡本社長の方からあったんでしょうか、はいはい、そういった強い意欲を感じました。あのそしてあの岡本社長も 今回出た意見を踏まえて、じゃあ、PDCA ですけれども、あの次の,あの委員会ではここはここまで進みましたということをご報告いただいて、でこうしてくださいということについて、あのきちんと PDCA PD、ね、を回していこうという強い意欲を私も、あの委員の皆さんも感じたところでございます。あありりががととううごござざいいまますす、えー、その他 じゃあ、正面の白いシャツの方。よろしいですか。あ、えー、N. H. K. 記者の河合と申します。ごめんなさい。これもちょっと確認を含めてなんですが。はい、あのー、まず最初におっしゃっていた。えっ、ー、と、反社、あ、の、との対策についてというところで、これ。はい、今日、その、さ属性調査や研修をやっているっていうのは、きっと吉本側から説明があったことだと思うんですけれども。はい、委員会として、何か提言の結論にたどり着いているんでしょうか。あの、どう,いう。はい えー、例えば、その直営業について対策はするべきだみたいなことをおっしゃいましたけれども、はい、今日の議論としてはどう、どういうところで、えっと、着地をししているんでしょうか、はい、あの実は、ですねあの属性調査についてご説明いただいたんですけれども、あのこれはあの、えー、細かい数字はともかくとして、そういったことで、属性調査をする案件というのは、線では効かないというふうに伺いました。数千件 あの具体的な数字はちょっと申し上げてよろしいんですかね、約,いい、はい、約6000件の属性調査をしているということで、あのそういうご説明いただいて、であのえー、こういう反射との,あの、えー、対策の行動になっている、えー、ご説明いた,ただ、先ほど申し上げたように、知識と意識ってやっぱり違うと思うんですね。要はあの個々々の方々が反射 とは関わらないようににするために自分が一体何をすればいいのかということについては、まあ、これはちょっと言い方悪いです冊子を配って研修しただけでそれで大丈夫なのかという部分があると思うんですですから、そこについて知識だけではなくて意識としてやっていくためにどういうことができるのかということについて、まあ、委員会でもあの、えー、提言というかあの意見をあのに第2回以降出して。 いきたいと思いますけれどもとても難しい問題なんですけれどもやはり知識を意識にしていくというねあのそういうことであの、えー、例えば反射チェックをもっと。あの コストをかけてやるというのは簡単なんですけれども、果てしなくコストがかかっていくことになりますね、じゃあ、そういう中でどういったことができるかということについてあの、皆さんで考えていきましょうということは、知識を意識にしていきたい、どうしたらいいかということについて、またあのその場ではなくても第2回までにいろんな提言をしましょうということになりました。あの そうすると今おっしゃったのは第2回以降も継続して議論するということですけれども、はい、先ほどの,その契約の方についての,、はい、あの3つの大きな契約の分類というのは、はい、これは今日の議論で今後、吉本に対してはこう,うこういうふうにやってはどうですかという1つの提言がもうあの固まったということなんですか。 と、ね、いうのはあの、共同確認書も紙によってお互いの意思確認をすることですからあのこれからの時代ってやっぱり当然必要だと思うんですね、そういうものをベースにして、あのもちろんあのエージェント契約という非常に新しい形もあればマネジメント契約もあで、今あのさっき申し上げたように、ただ個々の芸人さんに両立、だからいろいろありますよね、そういったことについてはちょっと大変かもしれないけども、も個々の芸人さんと意思確認をしながら丁寧に。 個々の芸人さんたちが、不安を持たないような形で、やっていってくださいっていうことであります。はい、えー、っと、それでは、あ、じゃ、一番前の、あの、黒い服を着た女性。毎日新聞の山田と申します。 えっと、6000人の共同確認書を結ばれた芸人さんは皆さん、この専属マネジメント契約か専属エージェント契約いずれかの契約書を交わすというと,とは限りませんね,と,んねというのは先ほど申し上げたようにあのまだあの、えー、吉本ではあるんだけれども実際には居酒屋でアルバイトをしてあの、えー、例えば劇場で。 自分はあの芸を磨いてっていてう方もおられるわけですよねだからあの共同確認書というのは全てのベースになります、その中であの個々の実情に応じてあの自分はもうエージェント契約でやりたいという方もおられれば専属マネジメント契約でやりたいという方もおられるということで,でまず共同確認書あのがベースになりますということになりますで、えっと、その説明が吉本さんの方から今日はあってでそれに対してそのタレントを守る 内容でもあってほしいというご意見が委員の側からはかれたということですけれども、はいはい、それについて何か吉本さんから回答というのはあったんでしょうか吉本さんとしてもです、ね、あのこれはあの自分たちの優越的地位でもな何でもなくてあのこれは口頭の時でも例えばあの、えー、ギャラ上げてほしいとかそういったときにあのもちろん交渉事とっていうことでやったりするわけですね。ねですから その意味では、あのこうやったあの共同確認書をです、ね、お互いにこう交わすということは共同確認書もあるからということで自分が吉本の人間として行動を利するというんじゃないけれどもこれを常に見ていただいて知識を意識にしていただいてあの行動する、この共同確認書をあのベースとして交わすということはやっぱりタレントさんが自分を守る、吉本があのタレントさんを守るということには ことに通じるっていうふうなあのそういう思いであの吉本の方でこういうあのことを考えているということでこれはもう絶対に必要ですねとあの必要だということで委員会で、各委員でですねあのこの共同確認書について反対の意見どころかやっぱりこれはやるべきですねと書面でやるべきですねという意見,だ意見であったということであります。で次のの段階の契約はまあうん なある程度、その吉本興業を通じて仕事のある方々に関してはマネジジメント契約エージェ個々の,え個々の,あの,かあのタレントさんの,あの自分はエージェント契約結びたい、ちょっと新しい形だから面白,面白いというかいいじゃないか、でマネジメントそれはあのえ個々のタレントさんがあの、えー、選ぶというか、えー、あのこうしたいという要望を、まあ、これも丁寧にあのタレントさん、要望を聞いてあのタレントさんが不安にならないような形であのやってくださいという注文はつけさせていただきました。 で先ほどあの、まあ、両立というお言葉もありましたけれども、はい、その契約の中でいわゆるはギャラの配分の話なんかも。 えと芸人さんの方に開示していくという説明があったというそうですねあのあの芸人、芸人さんと吉本との間であいい、今でも大体そういったことについては、あの知らされないうちに、えー、ということではあの、もちろんないと思うんですが、それも契約の中であ,のある程度、はっきりさせていって、あの芸人さんと吉本との間できちんとした両立等についてもあの話し合っていく。 いうことを含めてということでだからそのそれには少しあの個々の事情がありますねっていうことについては我々も理解しておりますありがとうございます他、えー、ご質問ありますかじゃあ同じくこの前の列女性の方読売新聞の池内と申します数点お伺いしたいんですけどもまずあの日本ではまあ 専属マネジメント契約っていうのが多いというお話でしたけど。はい、まあ、急にエージェント契約っていうものが出てきたなというような印象も受けるんですが。うんうん、吉本さん側からは、あの、どういった理由で導入をされたいということで説明があったんでしょうか。はい、じゃ、あ私ちょっと、あの、忘れっぽいんで、一つ一つでよろしいですかじ。すいません。ちょっと、あの。個人的な話ですけど、ちょっと、二年近く前、ちょっと、はい、即戦で倒れて、本当に、こう。六十も過ぎてるし、物覚えがあるんで、申し訳ない。じゃあ、あ第一点、えー、ですけれども、あの。 やはりあの大まかなところ、私のステートメントにもありますけれども、やはり吉本という企業がこれからグローバルなです、ね、コンテンツ産業として発展していくためには、今まで通りのやり方ではダメだめだという意識は持っておられると思うんですね、で例えばあの世界の標準というのをあの見てみるとあの、こういったエージェント契約もあ,のある、アメリカの大リーグなんか、まあ特にそうなんですけども、もエージェント契約とかある。でいち早く 日本の中でおそらく導入しているところはあの芸能事務所はないと思うんですけれどもいち早く導入するということによって、まあ、今回のことを機会にいち早く導入するということであのそういったあの世界的な規模でのもちろんあの海外との契約も多数あるという話は委員会の中で聞きましたけれどもそういったことにも耐えられるようなあのそういうグローバルなあの展開ということを考えても今、そういったこ今回を機にです、ね、私もピンチはチャンスというふうにちょっとあのステートマンに書かせていただきました。けれどもそういった そういったグローバルな形にも耐えられるような形としてそういったものはあるのではないかというようなことをお話をいただいてそれは,これは吉本がこれから発展していくためには必要な考え方で今、やるということは意味がありますねというような委員からのご意見もいただいております。 や,や,やるなってことなんですね、やはりグローバルにこれからあの発展していく、それからタレントさんにとっても、そういったことを望んでいる人もいるだろうというようなあのことであのもしかしたら、何人、何人それを希望されるか分かりませんけれども、そういうことを希望するタレントさんがいれば、そういうことをあのやあの用意するということが、あの一つの,あの、えー、お互いの吉本にとっても、それから吉本のタレントさんにとっても、まあ、ウィンウィンになるんではないかということですね。 今日の委員会の中では、はい、そのマネジメント契約と、うん、えっとエージェント契約その二つでやっていくっていうことに関しては委員会としてはまあ合というかそれでやっていくべしということには決まったということであります、ね。はい、すかあのエージェント契約について否定的な意見はございませんでした。はい。じゃあもう早速その形で吉本さんとしてはも進めていくということになるす、うんうんすね。ただやはり個々の事情がある。 あの繰りり返しになりますよね個々の事情があるんであのそういったことは丁寧にあのこういったことでエージェントがはこういうものですあの、えー、マネジメント契約はこういうものですということでやはりあのちょっと手間暇かかるかもしれないけれども丁寧に説明をしてあのやっていくということがとにかく大事だということですよね。 あんたマネジメント契約ね、はい、それでっていうことではなくて、あのそ個々のタレントさんの要望を聞きながら、丁寧にやっていくっていうことを心がけてくださいという、そういう注文をつけましたいずれも基本的には書面をベースにすることで、書面ベースであります、はい、あと、すみませんあの、委員会の今後についてなんですけれども、はい、あの基本的にはたびたび助言をいただいて、進めていきたいという方。はいあの ふうに岡本社長の方からお話があったということなんですがあ、はいまあ、通常、委員会大体いつまでに大体何回ぐらいで最終的に提言書をまとめますとか、うん、そういった形があると思うんですが、はい、現状、そういった予定というのは何かかあるんでしょうかあのこれはのお役所の諮問答申とちょっと違うのであのこういった今、吉本は課題を抱えている。 こうしなななけければいいいいんじゃないかと思っているそういうことに対して委員が活発な議論をしてすぐにできることはすぐにやってください、すぐにはできないけれどもあの、えー、進捗はこうです、例えば、まあ、ちょっと委員会の中で出ましたけれどもあのタレントさんからやっぱり要望とかアンケートとか、まあ、アンケートというのは大げさにしてもそういったものを聞くとかそれはちょっと時間かかりますよね。 そういったことについてはあの少しあの時間を置いてでも、ここまでこういうことで進捗しましたというようなことの報告を委員会にしていただくというようなことでただあの、いただいた課題というのが今日もそうなんですけども2つの課題について議論するだけでだいぶ時間がかかったということがありますからあの他にも課題をいただいているということもあってあの、えー、8月中に またあの、えー、1回か2回委員会を開いて現状、こうですというご意見あの、えー、ご報告をいただいてそれに対してはこうするべきじゃないかという委員の方々の,あの意見をいただいてこれはなるべくあのできることはなるはえでやっていただくというような形であまりあの資格紙面の,あの、えー、年度末までに答申書を書いてあの形式的に渡すということではなくてあのその都度 あのここまで進みましたっていうことでご報告をいただきながらあの生かしていただきたいなというふうに考えております。最後にすいません、タレントさんを実際読んでお話を聞いたり、はい。 まあ今はちょっとアンケートというお話もありましたけど、はい、あの実際の声を聞くというような形も取られていいくととううことでしょそういったこともあのぜひあの今日もあやはりあのタレントさんの,あの例えばあの反射についての不安だとかそういったことについてタレントさんからの声もねなあの現場の声を聞いた方がいいんじゃないかというご意見もありましたしそれがアンケートというのはちょっとこうアンケート用紙でこうする形になるのか。 あるいは少しこうあのもちろんあの吉本でもあのホットラインみたいなものを持っておられるんですねだからそういうホットラインであの、えー、その都度いただいたりとかあるいは場合によっては少しヒアリングという形になるか分かりませんけどもなるべく現場のタレントさんの声をあの拾い上げてそれを生かしていくことが必要だという意見は今日の,あの委員会でもありましたのでそういったことについてはまだ具体化していませんけどもぜひあの次回以降。 あの具体化してあのなるべくあの現場のタレントさんたちの不安がないようにあのしていきたいなというふうに感じております。えすみませんあのー、ちょっとお時間の方かなかなりえ過ぎてしまいましたので、はい。もう一人、はい、でいいですよ。じゃあ最後あじゃあ、うん、はい。ありがとうございます。ニコニコ動画の七尾と申します。よろしくお願いします。あの基本的なことを最後に。 あの今、お話ありましたです、ね、新しい形の、まあ、契約方式を含めまして、うん、今後の,その審議の中で出てくる方策がです、ねえー、今後の,その他社における、うん、まあ吉本スタイルというお話がありましたが、うん、今後、他社における芸能プロダクションとタレントさんとの契約等の一つのひな型になる可能性もあると思うんですね。うんうん この点川上先生をはじめ委員の皆さんはどう認識されているのか、うんはい、最後にお聞きしまますす、はい、ありがとうございますあの私のステ,ーステートメントにもあったんですけれども、やはり吉本がグローバルなあのやはりコンテンツ産業としてあのリードしていく、そういうあの、えー、会、委員会にしていきたいということ、まあ、ちょっとステートメントの中にも書いているんですけれども、そのための方策の一つだと思うんですね、新しい契約の形を用意するというのは。ですかららひょっとしたらああの 芸能プロダクションというのはちょっと古い体質を持っているというイメージが世間で終わりかもしれないしあるいはなんかこうあの誤解といったら失礼ですけれどもみんなを持久性で雇っている会社じゃないかみたいなねそういうイメージも終わりかもしれないですけどやはり吉本を含め芸能プロダクションというのはみんなこう明日を夢見てであの自分の芸を磨いてあのプロ野球選手と同じでそういった自分の持っているあの パフォーマンスを最大限に発揮してそしてあの収入を得ていくという世界ですからあのそれをやるためにあのベストパフォーマンスを発揮できる環境を整えていくというのはやはり私は吉本に課せられた使命かなと思っているんですねですからあのこういった契約の形というのをもちろんあの大まかな方向はこれでやりますけれどもそれがやはり他の,あの芸能プロダクションでもあそういうことであればうちもやろうじゃないか。 あの近代化した形でですねあのやろうじゃないか、でまあこれが吉本があの日本をリード、まあ、もちろん今、リーディングカンパニー、芸能界におけるリーディングカンパニーですけども、もじゃあ、そういう形をとってあの社会からも社会的評価も得られるような透明性の高い形でそういう契約を行って、あのそれがスタンダードになっていけば、これはあの。の 日本のですね他の,あの芸能プロダクションにとってもあの、えー、変な話ですけど私もあんまりこうあの芸能界は詳しくありませんけどなんか奴隷契約みたいなのあれ昔ありましてねあの、えー、モデルの方のだからそういったような形ではなくてあのそういう芸能界でもこういう、ね、きちんとした契約を結んでそして自分のベストパフォーマンスを安心して発揮していけるんだそういうことにおいてあの、まあ、うまくいけばですよ あのきちんとこの p d c が回れば吉本がその点でもリーディングカンパニーになっていくんじゃないかというものことを私も期待しているし委員の方々も大いに期待しているんじゃないかというふうに思いますありがとうございましたありがとうございました、えー、皆さん、えー、たくさん集まっていただきましてありがとうございます、えー、すいません、えー、お時間になりましたので、えー、今回のブリーフィングの方はこちらで終了させて、えー、いただきますありがとうございました われこさんの要望としてそういう話をしってほしてというのがあったんじゃないかと思うんですけど吉本君が今仕事している芸人さんで謹慎のことをまず大臣話し合ってほしいという要望が上がっていると思うんですけどこれはあの吉本の方であのそういうあの芸人さんについてどうするか <laughs> ということについては。あのえー 判断をあの追いかれると思います。第1<で>回講釈がございましたら、それは議論の早々に寄るのではないかと思います。ありがとうございます。